まあ加速がすごいですね。踏み込んで、なんだろう、スピードに乗っていくのがすごい速い感じなんです。どうも、鉄チャンネルです。インパクト抜群な骨太フレーム、モーター出力 500W、 最大航続距離160km へ。バイクにしか見えない電動自転車、どんな感じ？お借りして乗ったお話となります。自転車モードで行ってきます。よいしょ、 OK、 よいしょ、はあ、自転車モードはやっぱ踏み出しが力がいりますね。車体もアシストモード1で行ってきます。よっしゃ、アシストモード1は、なんだろう、背中をちょっと押されるような踏み出しの時にクッと押されるような感じがしますね。そう、スピードに乗り始めたら全然こがなくてもどんどん進むっていう感じです。アシストモード2で行ってきます。アシストモードには踏み出した時にグイッと進む感じがあるので、曲がろうとする時は二車線方がいいかもしれないですね。登ってくる時はすごい楽だった。アシストモード3は加速がすごいですね。踏み込んで、
なんだろう、スピードに乗っていくのがすごい速い感じがします。下って登ってきた時もなんかパワーがすごくある感じです。軽くて疲れない感じですね。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくです。